せっかく購入した輸入車に傷をつけられたくない。初めての輸入車会社購入で実施したエコダイヤモンドキーパー。初めての輸入車シリーズ第5弾はエコダイヤモンドキーパー1ヶ月の耐久テストです。新型308のコーディング効果の徹底検証を大公開します。皆さんこんにちは、 J カムです。私はフォレスターの動画、そしてこの新型308の動画、またキャンプ、スノボといった趣味の動画や生活スタイルの動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。前回エコダイヤモンドキーパーとダイヤモンドキーパーで迷った挙句、エコダイヤモンドキーパーをすることに決定しました。それではエコダイヤモンドキーパーを施工していきます。まずは店員さんと一緒にボディチェックですね。傷のありなしを一緒に点検していきます。確かに、はい、ちょっとしますね。ちょっと落としていく。なるほどね。これがダイヤモンドキーパーセント。乗用車であれば、まあ、半分使うかなって。そんな使うんですか。やっていくのか。ちっちゃいですね。で、スポンジがまた別のもの。後ほどですね、ボディ一周見ながら。はい、わかりました。つる感じのが分かるかな。了解です。すごい。なんかすごいですね。落ちるぐらい。そうですね。こんな状態なんですね。はい。非常にこういったこのつる感が消えていって、はい、止まって。背筋膜がギュッと固まるので。そういう感じなんですね、はい、ありがとうございます。すごいなこれ。はい、皆さんこんにちは、 J カムです。今から1ヶ月点検ですね。それに行きます。1ヶ月点検って言っても洗車は無料なんですよね。そういう形で今からキーパーラボに入っていきます。よいしょと。1ヶ月点検をするにあたって、まずキーパーラボでは洗車サービスをしてくれていました。ちゃんとですね、泡洗浄もしてくれてですね、綺麗に洗車してくれましたね。ありがとうございます。ちょうど1ヶ月で少し汚れていたんですよね。またドアを開けて車内のドア、内装も綺麗に拭いてくれていました。こういうサービスをしてくれるっていうところはすごく嬉しかったです。エコダイヤモンドキーパーをキーパーラボでしてよかったなと思った瞬間でしたね。最後にですね、店員さんがエコダイヤモンドキーパー1ヶ月点検問題なしという報告を私にしてくれました。キーパー車のメンテナンスカードをですね、店員さんからいただいて完了です。それではエコダイヤモンドキーパー1ヶ月の308のコーティング状況を説明していきます。いやー、しかし308のこの角度、ライオンフェイスかっこいいですね。我ながらかっこいいなと思います。もうここで手柄だもんな。ツルツルしてる。こう下からボンネット見るとプレスラインがかっこいいよな。ここの汚れがね、結構細かいんですよね。真ん中はちっちゃいですけど、外側に向かってどん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 長さが変わっていくっていう感じでね、ここら辺がちょこちょこおしゃれですね。こういったところが汚れが取れた。やっぱりこういう感じで水が残るんですよね。やっぱデザインを
優先するとこういう細かな部分でメンテナンスが難しかったりしますよね。プジョーマトリックス LED テクノロジー。新型サマラーティ PHEV はアダプティブハイビームに対応しています。高速道路でこの良さを実感していますね。またその動画は載せたいと思います。バンパーのここもね、このブラックの加色と、ここは普通のブラックなんですけど、ここはブラック、こういうとこも細かいな。 LED のセーバー部分の LED ですね。ここよく見るとすげえ細かいな。 LED の数がすげえ。なるほどね、こうなってるのか。よくよく見ないと分かんないですからね。ここもブラックだけど、ここシルバーなのか。ここシルバーですね。シルバーにブラックにこう、いやーフロントフェイスはかっこいいわけだよな。ここはプラスチックなんだけどね、かっこいいな。しかしツヤもすげえし、ここからちょうどここからエリが出るんだろうな。こんな感じですね。ちゃんとワイパー部分についてるんですね。実はここの A ピラー部分のここですね、ここが下がってるので、やっぱフォレスターとかと比べるとゼロ時安全っていう意味で視界をちょっと遮っている部分ではあります。ここシルバーの加色ですね。ここ、これダミーかな、ダミーですね。ダミーの、うん、実際どうなってるのかな、下。ああ、下はこんな感じですね。下向きになってるんで、ここまで潜らないと見えないんですね。これいいですよね。なんかこう、鼻毛みたいに見えない感じになってるのは、すごくいいと思います。あ、シルバーなんだ、下。なるほど。ああ、ここも、うわ、スプリングが見える。結構がっつりスプリング見えますね。なるほど。これが多分ね、クッション性っていうか、しなやかな走りを実現してるんですよね。本当にいい感じの。で、ゆくゆくこのタイヤ、今回初めて、ミシュランのプライマシー4、履いて運転してるんですけど、タイヤの溝の部分ですね、こんな感じでなってんですね。このプライマシー4って濡れた路面をうまく走ってくれるっていう風に宣伝してるんですけど、溝一つ取ってもちょっと特徴あるんですね。なるほど、面白い。へえ、ここ面白いね。やっぱこのブラックピアノ部分のバンパーかっこいいな。しかも後ろから見るとやっぱ肉厚ですよね。下部分が肉厚なんですよね。で上はシュッとしてて、最近トヨタのクラウンスポーツ、 あれも結構肉厚ボディでかっこいいなと思うんですけど、肉厚ボディってなんかセクシーに見えるのかな、なんかすごいかっこよく見えますよね。このプレスのところもこんな感じで造形が深いんで、プレスラインがほんと複雑、横から見たらよくわかりますよね、このプレスラインの複雑さ。面白い。LED も細かいね。へえ、一個一個見えますかね、 LED が並んでる。
なるほど。で、こっちに。こちらが電気自動車用のコンセント。ちゃんと開かないんですよね。ガソリンエンジンとかは開かない。中から開かないと。ガソリンの、ここですね。ここのボタンをポチッと押すと、音が聞こえたかな。こんな感じで開くっていう、そういう感じですね。はい、プレミアムガソリンですよって書いてます。はい、で閉めるんですね。エコダイヤモンドキーパー1ヶ月の耐久テストはどうだったでしょうか。ツヤありましたよね。全く問題ないテカリ具合でした。私はフォレスターの動画、そしてこの新型308の動画、またキャンプ、スノボといった趣味の動画や生活スタイルの動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。